ブレーザー R93 は、シグ社の傘下、ブレーザーやアクトバッフェン社が開発、販売している、ボルトアクション方式のライフルで、現在は、ノーマルモデルと LRS が存在する。この項では両方を紹介する。ストレートアクションを採用しているため、普通のマウザーアクションよりも、速射性能が高く、使った人に言わせると、セミオート寄りの速射性能と、ボルトアクションの精度を合わせ持った、スナイパーライフルである。バレルが、ボルト2本で固定されており、しかも、ボルト、マガジンともに簡単に交換可能であり、308ウィン、300ウィンマグ、338ラプーアマグという3種類の弾薬をデザートイーグルやベレッタ92のように使い分けることができるバレルのクイックチェンジ機構など、この銃ならではの特徴は多いが、それゆえ際物扱いされることもある。競技用ライフルのスタイルをしているタクティカルモデルとは異なり、山でハンティングをすることを重視し、過半性なども考慮されるため、スタイルは狩猟用ライフルになっている。しかし、ストレートアクションのボルト機構や、バレルのクイックチェンジ機構などは、全く同じであり、様々なターゲットに合わせるため、リムファイアの17ハマーからシングルファイア専用となる 10.7×60mmR まで、使用可能弾薬は40種類に及ぶ。多くのボルトアクションライフルが狩猟用のライフルを元としているのに対し、この LRS はビッグボアライフルなどの競技用ライフルを元としている。そのために他のライフルとは全く異なる外見をしているのが特徴。用途的には狙撃銃に分類されるが、イメージ的な問題から S の部分はスナイパーではなく、スポーターと命名されている。他にも競技用、ライフル譲りのアジャスト機能の搭載や様々な部品が左右反転し、ボルトハンドル以外を入れ替えられるなど、左利きのいてでも使いやすいところなどが特徴。ブレーザー R93 の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。ナンバーズ天才数学者の事件ファイル第1シーズン、第9話、スナイパーの心理の会話に登場。インセプション主人公のコブが雪山の病院で使う。雪上迷彩仕様。ヒットマンエージェント47が使用。プレデターズイザベルが使用。デジタルスコープ装着。野蛮な奴ら、サベージズ元、ネイビーシールズのサムとビリーが LRS にモデルを使用。ラストスタンド LRS2 が登場。ワイルドスピードユーロミッションレーザーサイトを装着したものが登場する。ヨルムンガンドルツが作中頻繁に使用。338ラプアマグナム使用。900メートルの距離から狙撃を成功させている。ソードアート、オンラインオルタナティブガンゲールオンラインゲーム中、シャーリーがタクティカル2を使用。スキル、弾頭加工スキルによる自作の炸裂弾を使用可能。現実世界でも、猟師としてノーマルの R93 を愛用しているが、これは、作中世界では2018年に銃刀法が一部改正されたことで24歳の彼女でも R93 を所持可能となっているため GGO 内でタクティカル2を使用しているのはゲーム中にノーマルの R93 が存在しないための妥協である。アライアンス・オブ・バリアント・アームス2011年5月18日実装。ゲーム内ではボルトアクション式ライフルの中でも比較的速い連射能力を持つ武器として登場。また、再装填の時間も短い。7.62×63 メートル MPZ 弾にカスタムすることで、一撃率を抑える代わりに、消音能力を付加できる。PAYDAY 2 DLC である、ゲージスナイパーパックを購入することで使用が可能になる。金属ボディのほか、カスタマイズで木製ボディにすることも可能。本来と異なり、ゲーム中に登場する他のボルトアクションライフルより、速射性能が低い。ファントムオブインフェルのマイナスツバイが、ある仕事で狙撃手のカウンタースナイプを行うために、使用。トルーコンバット、エリートスナイパークラスが持てる銃の中に、LRS の338ラプアマグナム仕様が登場。ソードアート、オンラインフェイタルバレットタクティカル2が、カームハウンドの名称で登場。ただし、重傷部など外見が若干アレンジされた架空銃である。シャーリーが使用する。ありがとうございます。